ジョン・クルーニーロスは、インド洋に浮かぶココス諸島を5代150年に渡って統治した、クルーニーロス王朝の祖となった人物。スコットランド出身。クルーニーロス家の当主は、ココス王を名乗った。初代のジョンは、ロス一世と称される。1786年、スコットランドのシェトランドで生まれた。ロスは、13歳の時に、見習いとして、捕鯨船に乗り組んだ。 1813年、ロスは、ティモール島のクパンで、捕鯨船を降り、アレキサンダーヘアの持ち船、オリビア号の船長となった。当時、米英の関係が悪く、捕鯨船によるヨーロッパとの往復が気がかりだったらしい。オリビア号は小さな船だが、わずかな過保を備えていたし、イギリス東インド会社に雇われていたので国の保護も、期待できただろう。結局ロスはこの時から、 ヘアの一家の身内になったのである。ヘアはバンジャルマシンの領地の管理をロスに委ねた。後にココス諸島で行う植民地経営の技術をロスはここで身につけたのである。1820年にエリザベス大木と結婚した。次々と家族が増えるとロスは船を降りてどこかの島に中継港を建設して暮らそうと考えていた。上陸生活候補地としていたのは メルビル島、フォークランド諸島、サンポール島、クリスマス島、パギ島である。ヘアに住に適した無人島の探索を命じられたロスは、ココス島を報告する。1826年ヘアが、高級と共に、ココス島に移住した。翌1827年、ロスは家族7人、ロス夫人の母親、女中1人、イギリス人の船乗り10人を連れて、 ココス諸島に移住した。しかし、ロスとヘアはやがて反目に陥る。ヘアは、高級や奴隷を置き去りにして一人で島から去った。取り残されたヘアの高級や奴隷ら120人、13、家族は、ロスの支配下に入り、ココヤシのプランテーションを始めた。当時、ヨーロッパで、植物油脂の需要が急激に増えており、ココヤシ油の輸出で利益が見込めたためである。 ヘアリ島後7年経った1836年、チャールズ・ダーウィンがビーグル号でココス諸島に立ち寄った。ダーウィンとフィッツ・ロイ船長によると、ロス一家は、ニッパ屋根の非常に粗末な小屋に住んでいたという、クルーニーロス王朝の邸宅ジョン・シドニー・クルーニーロスの家族。1930年撮影ココス諸島は、1978年までクルーニーロス王朝が支配した。 歴代の当主は王の称号を用いた。スコットランド人であるが5代のアイダマレー人など、非白人との根結が進んだ。当園の一族にオーストラリアの科学者、技術官僚、ヤン・クルーニーズ・ロスがいる。ありがとうございます。